3月24日、朝北区白木の福永工人社で改修工事のための遷座祭がありました。福永工人社は三田の福永町内会と林町内会、2つの自治会の神社で寛文6年の創建と言われています。戦後は昭和5年と平成8年に部分改修は行ってきましたが、神殿、幣殿、拝殿の全体改修は初めてのことです。改修する2ヶ月の間、御神体を仮住まいさせる場所は、およそ300メートル北へ離れた林町内会集会所。御神体をお迎えするための清め払いを行いました。もろもろの汚れ、あらむおばしなどの風の。続いて神社のお祓い、改修報告祭が厳かに行われました。みけみけ、くさぐさのためつものお供え祭り、払い式を行い、仮宮に移し祭りませ祭ること。福永工人社から地域の人たちに見守られながら、御神体は林町内会集会所に遷座しました。今日良かったのは、部落のみんなが一つになって、まあ一生懸命それに参加して、この過疎化した高齢化した時代にお宮を守ろうという気概が感じられたっていうのが一番嬉しいことじゃないでしょうか。まあ、生涯こういうどういうんですかね、めったに遭遇しない機会をいただいてから大変ありがたく思います。非常に感謝しております。はい。まあ、今年はね、出雲大社、伊勢神宮と遷宮祭がありますので、ちょうど良かったかなと思っておりますので、はい、非常にタイミングが良かったと思います。いや、まあ、無事に終わったことで、それで今日いいんじゃないですか。はい、いや、2ヶ月後にまたあると思いますけど、またその時にはよろしくお願いします。皆さんに、まあ、協力してもらうと一人じゃできんもんですから、こういうものをね。はい。